うまくやってたと思ったのに。ノーマンはやっぱ天才だな。内通者がいるって思った時、真っ先にレイを疑ったけどね。性格悪っ僕らのためだって気づけてよかったよ。でも全員での脱獄は無理だからな。エマにも諦めさせろよ分かってるよ。いや、これフリじゃないからな。本気だからな分かってるよ。でも俺も気づかなかったママの隠し部屋をエマが見つけてくれた。本部との通信をする部屋だろうな。あ、ねえねえレイ、そんな隠し部屋にドンとギルダが忍び込もうとしてるよ。あいつらやめろっつったのに。もう勝手なことするやつらばっか。